反対側じゃなかったっけ。違うよ、あっちだよ。ここだよ。え？ほら、この木だよ、平助。よく覚えてんな。根っこ見ろよ、なんかやらしいから。だからここがいいって。だったな、バカだったんだ三人とも。ああ、こうか。北海道から。ああ、ったく、戻ってくるなら連絡しろよ。ちょっとな。お前何年ぶりだよ。8年だろ。昔はちょこちょこ帰ってきてたのにな。ボロッボロだな。おふくろさん亡くなってからお前がほったらかしにしてたからだ。またここ住むよ。あ、そう。なんか聞かないのか。おいおいな。さよさん、一人になった。女の子だっけ。まだちっちゃいんだろ。9歳。そっちはもう中学か。夜うち来いよ、三井子も呼ぶから。中片付けたいから。明日でいい。俺がそう言ってんだから明日でいいよ。あ、走る。おっとしつ。それは帰ってきたのは嬉しいけど、もったいないことしたんじゃないの。せっかくの国家公務員だったのに退職しちゃってさ。お前もそう思わない。思う。カツオちゃんもこっち来て飲んだら。そのちゃんってつけるのやめてくれる。呼び捨てにはできないでしょ、人妻を。無視していい。いいです。無視したらダメダメ。うん、座れば。せっかくだから三人で。先入るね。いってらっしゃい。これからどうすんだ。まだ何も。まずは家片付けないとな。手伝うから。一人でやれよ。余ったれんじゃないよ。それ意味逆でしょ。なんかあったらあいつの味に手伝ってもらえよ。まだ大工やってるから。あ、うん。ああ、アキラ、エースケ、小さい時に会ってんだろ。自衛隊。ああ、今は元自衛隊か。今日も遅かったな。なんか関係あんの、あんたに。心配して言ってんだ、光彦は。
ふざけんな。たく、どうしようもないな。いろいろあんだよ、あの年は。俺も保護司やってるからわかるけど。いっそ、自衛隊に入れるか。まあ、エスケ。茶化すね。初野もいろいろ言い過ぎなんだよ。うちじゃ止めらんねえからさ、じじもばばも親父もおふくろも姉ちゃんもおまけに後期高齢の犬まで。分かってるよ。あいつよく泊まってったからさ昔。俺の変な親父が好きだったのか。なんか変わったなあいつ。疲れてんだよ。じゃあ初音よろしく言っとけ。早く結婚しろ。早く行け。何？親父いるだろ。え？寄り合いだって？嘘だよ、カラオケだよ、昼間ったら。ああ、わかったよ。ああ、今行くから。悪い、取り立て。おふくろ青食ってるから。取り立て？借金でもあんのか？逆だ。トラックに大分代金いつまでも払わねえから内容証明送ってやったら怒鳴り込んできやがった。関わんない方がいいぞそんな客。ああ、どうせ不法投棄とかに使ってんだろうな。あとはコマコマだから二人でやれっから。ああ、住んだらすぐ戻るから。余ったらいいんじゃないよ。だからそれ逆でしょ。悪いな、エスケ。それ、お前が柔道大会で。おふくろさんが。今日は止めてあげなくてよかったの？ああ、なんとか片付いたから。そう。あ、でさ、お父さんに頼んでほしいんだけど、雨戸腐ってんだよ。寒くてあいつ寝れないだろうから。頼むのはいいけど。いいけどって？英介君が言った。いや、うちが払うからさ。それが不満なのか。支払いのことなんか聞いてないでしょ。今のそう聞こえるだろ。勝手に決めないでほしいだけよ。エースケだぞ。分かってるわよ。私だって同じこと考えるわよ。じゃあ変な聞き方すんなよ。アキラ、高校行かせるよね。神保さん、焼肉屋閉めちゃったからさ、あれが痛かったんだよね。なんとかすっから。何するの？今の仕事じゃ無理だってそう言いたいのか？そんなこといつ言った？お父さんから継いだ仕事でしょ。一緒に考えてって言ってるだけじゃない。無理、飯はまずくなった。待って、待ってね、アキラが、アキラの変な噂聞いたの。おじいちゃん、
腰悪いんだからやめたら。大丈夫大丈夫。大丈夫おばあちゃん大丈夫。いいんじゃないか、全員集まらなくてもよ。おい、あ、何で早くしろ。ちょっと待って、これちょっと間違えました。ごめんなさい、もう一回こっち戻してもらっていいですか。はい、わかりました。また先輩だ。初乃ちゃん大事にしてるか。来るたびうるさいっすよ先輩。あの釜よ、今度貸してよ。もう焼き場遠くて骨まで燃え尽きますよ。釜の中千度。冗談だよ。当たり前でしょ。豊の場亡くなってさ102歳だよ。大往生、まあお祭りみたいなもんだ。じゃあな。
すいませんお父さん、急に頼んじゃって。おお、あいつの味、小中の先輩だから。そうだったんですか。いつもいじめあったよ。あいつあんなに無口だったかね。この間まであいつ赴任先海外でしたから、疲れてんですよ。屋根見てやって。はい。で、なんだ、お前が払うのか。初野が言ったんですね。いいよ金なんて。いいから。ちゃんと払いますよ。あ、そう。じゃああいつの日当だけでももらえる。いくらですか。1でいいかな。材料費もあるでしょ。4払いますよ。いや、4は縁起悪いよ。じゃあ5で。いや、3のつもりだったらいいよ。退職金それなりにあるんで。じゃあついでにそこの壊れた自転車直してるか。ただでいいから。自分でできますから。そっか、洗車だって修理できるんだからな。できないですよ。できますよ。あ、そう。レースケ、雨戸を閉めますね。ありがとうございました。珍しいじゃないか、あいつ。そう、いっぱい連れて。入るぞ。ほう。浮上してます。上手。狭いけど、ゆっくりしてってよ。はい、はい。チャーハンでも作ってやれば。え、友達来てんだから。何これ、竹とんぼ。いや、いらねえよ。あ、そう。あ、入った。ありがとうございます。ありがとうございます。アキラ、いい子たちじゃないか。なんだ。お皿洗うんだから。ちゃんとした高校行かせるからね、母さんは。さっきの本気、いい子たちだなんて。お前が噂で聞いたのちょっと大げさなんじゃないのか。見た目はあれだけど、ガキの頃なんてあんなもんだ。うん、寝るよ。疲れた。明日命日だからな。何もう息切れ。先行ってていいよ。年取った。まだ39でしょ。
皆さん、速やかに下校しましょう。部活をしている生徒は、おい、笑えよ。あれ、もしかして泣いてる？泣いてない。ごめんごめん。こんなことされてこれでも友達って言えるの？あ、いいよもう大げさにしないで、ただの遊びだから。顔に墨汁塗られて家のことバカにされて、それのどこが遊びだっていうの？こんな田舎にいじめなんてないって。なんで言い切るの？いいところもあるんだよあいつは。何かばってんの？アキラ、あんなどうしようもない虫けらみたいな連中。おっおい、何したか分かってんのか？ああ、だから出ていく。分かってんだったら母さんに謝れや。分かってないよ、父さんだから。父さん。おい、大丈夫か？あの子ね、近づいたらあの子すごく大きかった。いいね、カナちゃん、めちゃくちゃ見るよ。ママさ、昼間のカラオケやめてくんねえかな。親父が仕事しねえ。私だって嫌よ、すぐお尻さばるし。あ、そうなの？いっぱい飲んでよ。なんだそれ。な、俺が分かってないってどういうこと？あいつが物言いてえのは初音ちゃんじゃなくてお前なんだよ。何が？お前アキラに関心も興味も持ってねえだろ。それがあいつにもバレてんだよ。こないだのエースケと飲んでるに分かったよ。俺の仕事やってみたら分かるよ。でもお前の親父さんはお前にもっと関心があったよ、興味もな。もういいよ、黙れよ。なんだ、子供いないくせによく言うわ。あ、そう、呼び出したのお前だからな。ペースケ、あいつスーパーで惣菜買ってそれ以外はずっと閉じこもってるからな。それだけ言っとく。みーちゃん、これ。あ、ごめんママ、あれよろしくね。仲いい証拠よ。靴履け、かかと踏むな。そんなことしか言えねえのかよ。関心持ったのに。違うか。
だ着替えてよ。汚いでしょ。うん、そっちだって着替えてないでしょ。あなたはすぐそっちだってとか言い返すよね。さっき鏡見たらさ、白髪出てきた。まだ38なのに、うん、なんとかなるよね。うん、なるよ。風呂入ってくるわ。お湯抜いた。あ、そう。仏壇消して。ああ、はい。今日同窓会の案内来てた高校の、来月行ってきていい？ああ、たまにはハメ外すのもいいわ。あなた行かなかったよね、高校の同窓会。面白かったの中学までだから。このまま寝るよ。着替えたいんだけど。え？体重くて。脱がせてよ。うん、はい、はい、はいはい。私を持ってきやがってバカ。ん？ん？さっきくせえ。ちょっと何？よい！ああ、開けろ！ああ、ちょっと。おい！そう、なんだよ。頭きたから飲み用意してきたんだよ。なんか俺に言いたいことあるだろ。うん、悪かったよ。分かった。じゃあ、おやすみ。まあ、それだけかよ。あ、うん。お前大事なこと忘れてるよ。何が？うん。1年2組、2年4組、3年1組。ずっとお前と一緒で、だから誰も言えないこと俺が言うしかねえだろ。うん、エースケも入れて三角形なんだよ。誰が偉いというわけじゃなし。だからあれだよ、二等辺三角形じゃないぞ。二等辺三角形じゃないぞ。正三角形だ。正三角形だよ。中学の時聞き飽きた。算数ちょっと得意だったからな。もういいか。なんで？うん、今からセックスなんだよ。分かった。失礼します。ああ。なんでこの街は風俗も映画館もねえんだよ。
大輔。大輔。大輔。あ、いるんだろ。おい、おい、何日も何こもってんだよ。いいんだ、金あるからって。金は関係ないよ。俺の仕事手伝えよ。掃除手伝ったろ。おせっかいはいい。違うよ、きついんだよ一人じゃ。俺のこと気にしてんならいいんだよ。じゃあ何のために戻ってきたんだよ。俺たちがいなくてもお前戻ってきたか。いるから帰ってきたんだろ、のこの子。故郷にはあいつらがいる。久しぶりに会ってみたいな、顔見たいなって。バカ今ちょっと笑ったな。笑いながらバカと言った。笑ってねえよ。おいおい聞くって言っただろ。何があったか言えよ。俺も光彦も暇じゃないんだよ。気になんだろう。あっそう、分かった。勝手にしろ。1年2組、2年4組、3年1組、ずっと前と一緒で、小学校だって1年は俺と、2年は光彦と、3年は俺と、4年は光彦とって、もう代わり番号に同級生やってきたんだよ。5年はまた俺で、6年は光彦で、まあ、光彦も入れて三角形なんだ。二等辺三角形じゃないんだよ。その例えさ、光彦だろ。あいつの口癖で、受け売りかよ。だからなんだよ。聞くけど、俺のこと雇う金なんかないだろ。お前んとこ大変で。余っとるんじゃないよ。ボランティアで頼んでんだよ。こんなこと一人でやってきたのか。ああ、親父の時代は釜が2つあって、弟子も数人いて、バブルもあったからな。明らかに後継がせんのか。いや、開けて。ああ、お前のおふくろさん、正月になったらいつも黒豆炊いて、俺や光彦の家に持ってきてくれたよ。で、どうぞ上がってくださいって言っても、いや私はここでって言いながら
ずっと玄関でお前の近況を喋ってたよ。今はどこどこの方面隊にいてとか、レンジャーとやらに所属したとか。きっとそれが痛くて来たんだな。黒豆っていうのは口実なんだよ。それで俺も光彦も英介は元気でやってるんだって安心した。お袋を早くに亡くしたからな、羨ましかった。また今日3人で集まろうや。ローザ、過去に縛られ暮らせた。ウェブレ、俺が外で飲んでる時は家で記事バカの世話しろよ。ほら、尻触るな、ママの親父。って、クマが何だって。クマ、あー、そうそう、でな、そう、クマみたいにでかい部下、クマみたいに体でけえのに、名前が早乙女誉なんだよ。その早乙女、愛国心は一発なんだけど、ビビリでさ、もう移動中にこう対向車線にちょっと不審な車両を見つけると、おけまいち、おけまいち、あれヤバくないですか、あれヤバくないですかって言ってるんだよ。だから、うるせえって俺が怒鳴ったんだ。すいません、あの、便所行かせてもらってもいいですかって言われてな。うん、なんで便所。いや、その早乙女、赴任して以来ずっと便秘でさ、そういう時に限って出そうだって言うんだよ。だからお前、バカ、こんなとこに降りたら撃たれるだろうって言ってやったんだよ。降りなきゃ降りなきゃ。そう、だからなんか歌歌えって、歌って気紛らせろって言ったんだよ。そしたら、その早乙女、海浮かばを力の限り歌うんだよ。言うかかよ。大体さ、そういうやつ相当オンチなの。いや、これ美声なんだよ、この辺は。もう泣かせられんだよ、本当に。海浮かばこれね、軍歌じゃなく、元は万葉集かなんか。いや、いきなりなんだよ。同窓会やってんだから、あっち行って。俺、久しく同窓会出てないから。じゃあな、また。親父、同級生じゃねえだろ。橋かなんか作ってたの？はい、はい、警備隊で。あ、そういえばニュースに映ってたよ。あれ好きな野郎だって書くに言ったら、なんでビデオ撮っとかないのだって。わけわかんないから、あっち行って。エスク、はい、よく帰ってきた。そして国民を代表してありがとう。邪魔だって言ってるだろう、親父。何が邪魔なんだよ。お前らが中学の時に車の運転を教えてやったのは誰だよ。だいたいここは4人席だろ。4人座るための席なんだよ。ねえ、ママ、ここ4人席だよね。はい、ごめんなさい。なんだって。はい、もう帰って韓流ドラマ見るんでしょ。変わんだよ。すまんな、親父が。痛えな。海、行こうか。海。海。いや、よく3人で飲んだなと思って。だな。こっそり飲んだな、タバコも吸って。うん、よし、うち帰って毛布取ってくる。俺、よ、タバコなんだっけ、吸ってたの。味も分からず、缶のピース。あー、みんな禁煙しちゃったけど。あー、寒いな、やっぱり。こっち、海じゃなくて、こっち、丸、このまま丸、このまま丸。そう、よいしょ。ちょっと、あー、そうそう、初野がさ、隠れて吸ってんだよな。あ、時々匂うんだよ、口が。あ、そうやめろって言えないんだよ。あ、そう、よ
言うとな、うん、離婚だわな。タバコで離婚離婚といえばさ、うん、俺の姉ちゃん結婚するかもしんねえ。まだ結婚しなかったの、うん、あれなんだっけほら、うん、マリちゃん、そう、一月前だよ、うん、その姉ちゃんがさ、うん、やっと結婚するって言って、うん、親父もおふくろも喜んだんだけど、うん、それで男連れてきたんだよ、うん、そしたらおふくろ卒倒するし、なんで親父より二つも上なんだよ、その男。えぇ、ー、男じゃねえよ、ジジイだよ名前トウキシロウって言うんだよ。トウキシロウだよ。トヨトミ秀吉だよ。秀吉。ちょ待て初のチャーハン。あー、ごめん。え波音、うん、おお、そう、海だよ。海だよ、分かった。初のじゃん、うん、こいつ嘆いてるよ。何がって、何がって、何の途中で初のがいびきかいた、喘ぎ声だと思ったら、いびきかいて寝てたって。それじゃ情けねって、俺もエスケもなあ。何やってんの？おしくらまんじゅうとかしたよな、ここで。え？あんた、おしくらまんじゅうはやめようよ。負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと、あれなりそうな時、それが一番大事。負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、ちょっと、なんで俺だけ。何なりそうな時、それが今、ちょっと、今押したよ、今、手で押したよ。ちょっと、もう一回。高速道路の状況です。東名阪道の上り線が渋滞しています。あ、光彦のお姉ちゃんだ。東名阪道マリネ、婚約おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとう。彼氏の写真見る。あ、いや、体に悪いんで。なんでよ。え、ちょっと待って、ちょっとね、やだ、これほら、ツーショット。やめてよ。体に悪いだろ、だってちょっとバレるよ、本当に。そんなこうさ、何、昔山の中に何か埋めたよな。ああ、どこに埋めたのか忘れたけど、あ、もしかしてそれを探してたのか、あの時スコップ持って。なんだ、見てたのか。うちの小屋から見えたんだよ。でもなんで今ここを離れた時、どんな気持ちだったのか知りたくなったんだ。別の将来とか考えないようにしてたからな、あの頃は。卒業して1週間でも横須賀だったからな。でも分かんなかった。そっか。ああ、光彦が覚えてるかもしれないな、場所。あ、そう。じゃあこれで伝票になります。はい、また来月の何かに。はい、あ、ちょっと待って。はい、これ缶コーヒーの。あ、どうぞどうぞ。ありがとうございます。あ、いえいえ、こちらこそ、ありがとう。こんにちは。今は大丈夫？はい。本田さん、銘柄はこれだったよね。すいません。
じゃあ来月分連絡待ってますんで。あの、親方が伝えておくようにと。はい。次回から宅配でいいですよと。いや、親父の代からこちらには随分と。少し仕入れを減らすようです。え？何かうちの隅に。それは違うと思います。なんで？恩田さん言ってくれないと。私は立ち会ってないんですが、他県から売り込みがあって、値段と質を比べたいと。親方が連絡くれるように言ってくれるかな。30年来の付き合いなのに。はい、タバコありがとうございました。値段つったってギリギリだよ。行こう。こっちだって売り込むんだろ今から。どうぞまたご来店くださいませ。ありがとうございました。お気をつけられまして。ここいらっしゃいませ。ありがとうございます。支配人の津山さんいらっしゃいますか？はい、先ほどご連絡させていただきました。私、高村生誕場の者です。これからすき焼きの団体様が入るので、今ちょうど準備をしているところです。ご覧の通り、うちは創業以来菓子の黒ずみで賄っておりますので。しつけは悪いですが、遠赤外線の効果は黒ずみよりは格段に。でも白ずみははぜることはあるでしょう。お客様のすぐ目の前ですから。いや、よろしいでしょうか？はい。じゃあまた明日迎えに来る。ああ。なんかお前逃げてるか？いや、これで精一杯だし。ちょっと釜見てくるわ。夏井か？まだ起きてたのか？ん？父さんか？父さん、今、なんて言ったらいいのか。炭を焼いてる。いや、焼き鳥屋じゃないよ。いや、だから焼肉屋でもない。薬？ん？ちゃんと飲んでるよ。ごめんな、嫌な父さんだっただろう。じゃあここで失礼します。よろしくお願いします。なんで父さんが来たんだよ。興味あったんだよ、どんな顔してんのか。なんでもないよ、これぐらい。万引き、本当はお前一人じゃなかったんだろう。なんであいつらのこと警察に言わなかったんだ。
あいつらもう俺のことバカにしなくなるんだよ。黙っててやったんだから。じゃあそれオンに、あいつらと別れろ。できんだろ。できない。いじめなんかないって一旦誰で。父さんがダメなら他人に相談する。そんなことしたらぶっ殺すぞ。なんだその言い方。何すんだよ。俺バス行くとこあるから。食べるもあるから、座って。いいよ、父さん起きてきたら鬱陶しいから。さっき釜に行った。釜出しが近いから、英介君と。ほら座って。ほれ、出所祝い。俺もうあいつらと対等だから。じゃあ本当のバカになったんだ。よかったじゃない。高校なんかいいから。あんたが決めることじゃない。逆じゃね、普通。母さんの意地よ、逆らえないから。行く気も勉強する気もないから。あ、そう。小林さんち豚飼ってるでしょ。餌にあげる。豚は豚食わないだろ。根性あれば食べます。根性なし。あと1時間だな。この間の割烹旅館、意見したら打ち切られた。打ち切られたって付き合いようか。ああ、アキラ迎えに行った帰りに連絡あって、俺もどうかしてたんだけど、食い下がったら怒らしたみたいで。いつも比べられるんだよ、親父の炭と。親父は一人じゃなかったからな。まあそれは言い訳か。あのさ。ああ、いいよいいよ、そっちは気にしなくて。いや、俺もう頑張るからさ。そんなやる気になるなんてさ。やることがあって俺もよかったんだ。アキラだ。いつか誘ってやってくれよ、飯に。ああ、彼何好きなんだ。うどんかな。
じゃあ頼む。奥をかき出すときは視点を変えて持ち手もこう。コツなんだな。いくら自衛隊でもこれはやったことないだろう。腕がパンパンになってきた。ちょっと貸してみろ。これ出すならこのみかんついでに送ってほしいんだ。ここに早乙女って、ああ、まあ、便秘の、ああ誉れの母親宛てに。いいよ、手前一緒だから。ああそうだ、少ないけど初のからこれスーパー出ちゃって。いいよ、いつか困ったらちゃんともらうから。いや、あ、弁当これからは自分で作るって初野さんに伝えといて。ああ、吸えよこれ。かばってやったのに。なんだよお前ら急に偉そうに。だからだよ、吸ったら仲間だから認めてやるって。おい、誰が顔を殴れって言ったよ。お前ら本物の銃撃ったことあるか。撃ったことあるかって聞いてんだ。あいつらやっちゃいたいだろ。いや、あのでかいやつだけやっちゃえば他は大したもない。片田にはあいつには誰も逆らえない。去年あいつが転校してきてから誰も勝てない。だからって黙っててもしょうがないだろ。やっちゃえな。だから無理だって。明君、俺を誰だと思ってんだよ。父さんのバカ友達。掴んでみろ、掴んでみろ。いいか、こうやって掴まれた状態ではお前が膝から落ちりゃ相手も一緒にこける。おい、立て。掴まれた状態では重心はお前と俺の四本足で成り立ってる。だからお前が落ちりゃ、ほら落ちろ。あ、そうだ、相手も一緒にこける。おい、立て。次行くぞ。親指立ててみろ。喉のこの部分に親指をねじ込むんだ。この急所にはまれば誰でも瞬時に失神する。いいな。よし、俺がやってみる。かかってこい。逃げるな、バカ、このスガキ。こうやって掴んでみろ。こうやって連れて行かれそうになるだろう。そういう時は素早く右に曲がってヘッドロックをかけ、動脈を締めれば相手は落ちる。あのさ、こんなこと中途半端に覚えて逆にやられたらどうすんだよ。その時は俺の負けだ。そういう話じゃないっしょ。よし、飯行くぞ。うどんでいいか。
うどん？ほら、それ持ってきて。よし、急げ。おい、飲むか。未成年です。お前の年で飲んでたよ、もう俺たちは。親が知らないだけで。お前の親父な、お前のじいさんよく殴られてた。帰りが遅い、酒飲んでんのか。成績が悪い、バカな英介や光彦なんかと付き合うなって。たまには備長炭で殴られて。硬いんだってな、あれ。殴られてた。親父さん、後継がしたくなかったんだ。公務員になれって。じゃあなんで。あいつ意地で継いだんだよ。親の望みに逆らったんだ。嘘だよ、継いだ方が楽だったからだろ。じゃあやってみろよ、山ん中行って。大変だぞあれ。あいつ自分の決めたことに後悔したくない一心で、お前とか他に気が回らないんだ。だけど悪いようじゃねえぞ。うわ、飲んじゃえ。痛みなんか吹っ飛ぶぞお前。弁当作ってきた。でけえな。今日運転変わるよ。あ、そう。北部さん、どういうこと。お前らうるせえから返しに来た。ちょっと待ってよ、買ったんだろ。一旦はちゃんと金払ったよ。試乗しただけだろ。エンジンひどいね、ポンコツで。田舎の販売店だと思って舐めてんのかよ。知ってんだからな、不法投棄だろ。2台ボロボロじゃねえかよ。どうせナンバーも変えて乗ってたんだろ。すんなり分かったって言えよ。言ってんだ、言えるわけねえだろ。なんだこの野郎、また君らか。こっちはな、まだ他の人もなんだ。閉鎖せよぞ。アキラ君と飯食ったよ。そうか。変なこと喋ってないよな。変なことだけ喋った。なんで。俺行くよ。立てこら。こら、立てこら。なんか関係あんのかお前。同級生。あ？同級生が何の関係があんだよ。話せよ。話せよ。話せよ。これ。
海道でもこんな感じでな。明日出頭するからそれまで一人にしてくれないか。水彦は今警察でお前をかばって、防犯カメラもあったし、よくわからないんだ自分が。お前のことはお前より知ってるよ俺は。昔のことだろ、お前らは世間しか知らない。世界を知らない。そんな難しいこと言うなよ。何があったか聞いていいか。帰るところなんかなかったんだ。それだけだよ。さっきあの連中来たわよ。挨拶もせず帰ってきたら教えろだって。別に気にしなくていいよ。父さんは実は英介くんがね、アキラ、毛布母さんが持ってけって。ああ、英介と飯食ったんだって。うん、英介相手はお前ぐらいのガキだったって言ってたよ。ガキ、ガキが銃持って撃ってきたら撃ち返すしかないから、それが怖かったって。そっか、そんなこと。父さんと英介な、半年口聞かないこともあったんだよ、中3の時だけど。なんで？息子を自衛隊に行かせるなんて今時そんな親いるかって言ったんだよ英介に。お袋さんのことバカにしたんだな。自衛隊に行くって決めたのは英介だったのに。でも父さん謝んなかったよ。ずっと口聞かないでいたら、卒業式の夜に光彦がうちに来て、三人で海に行って一緒に飲もうや、卒業記念にさって。光彦そのまま卒業するのが嫌だったんだな。なあ、一つ聞いていいか。は？警察署のバス停で俺振り返ったら、父さん俺のこと見てもなかった、気にしてもなかった、それでも親かよって。お前が振り向くと思ってなかったからさ、それが怖かったんだよ。ずっと背中を見せられてるのが。そうってな答えでいいか。許してやるよ。あ、そう、ちょ、貸せ。寒い。うい、靴ちゃんと履いてっから。
そうだな。つまんねえな。なんだよそれ。おい、エスケ、鹿肉持ってきたぞ。いねえのかよ。なんでまた窓閉めてんだよ。ったく。おい、お前どこまでガキなんだよ。アキラに笑われるぞ。甘ったれんじゃねえよ。これでいいか。すいません、一月近く帰ってこないんだからな。まあ用心だ。携帯も現在使われてませんだし、電気もガスも自分で止めていったようなので。初野がうまくいかないって言ってたぞ。俺の知り合いで誰か住み買う人いないかって聞いてきた。そんなことを初野が。初野がやいや言っても気にすんな。はい。何かあったら俺が言ってやっから。はい。まあ言うって言ってもやんわりね。あいつ怒ると怖いから。なんか投げてきますからね。そうだよ。昔サンマが水平に飛んできたことあったよ。もう刺さるかと思ったよ。一緒ですよ。だからサンマの時は喧嘩しないようにしてるんです。心配だよなあいつ。まあそのうち手入れ起こせよ。住所分かってんだから。おう、じゃあ次なんで。あ、はい。これこれこれね、今ほらあれ込み込みでそのそこのところをよくお考えなさってってなさってね。あの酔ってません。そうなんですよ。だからね、今日はもう運転しませんから大丈夫です。当たり前でしょ。うん、でこれ お買い上げ。いやいやいや、私が欲しいのは K で、K、うん、あのこんな高級車はちょっと K、はい、軽いですよ、ねえ、軽い。すいません、帰ります。おやじ、エスケの男が来てってよ、これ。はい、すごい。うん、昨日会ったよ。会ったっていうか見かけた。どこでですか。道具って、なんで帰る途中、道端歩いてんの。どこどこ道端ですか。くにちゃんの御家に送ってもらったから、ずっと遠いところ。もういい。じゃあ、眠いんですか。
大丈夫、今起きたから。で、どこですか。だから、ずっと先のところにはあの漁港あるでしょ。じゃあ、寝ててください。あいつ、元気そうだったよ。それでいいんじゃないかな。俺、そう思うよ。無事だったんだから、俺はそう思うな。お前があの時ウイスキーを海に撒いた理由が分かったよ。お前ずっと早乙女の母ちゃんにいろいろ送ってたんだってな。いつも感謝してるって言ってた。お前が死んでからもずっと気にかけてくれてって泣きながらさ。なんで連絡したんだ。お前がどこにいるのか知ってるかなって。自分の責任だと思ってんなら違うと思うよ。何が分かるんだ。誉君赴任から戻ってからだろ。お前とは関係ない。あいつはな、いつまでもずっと俺の部下だ。誉君が海に入ったのはコンバットストレス、そういうんだろ、お前らの業界では。責任はお前じゃない。俺の責任だ。それからお前たちの責任だ。ああ、世界を知らないからだ。帰ってくれ。もう終わったんだ。分かった。言っとくけどな、こっちも世界なんだよ。いろいろあんだよ。こう。なんだよ。海の上にいるとな、落ち着くんだよ。慰めじゃない、ほっとするんだ。嘘じゃない。そんなことない。
実は最後には笑ってたんだ、英介。心配するなって。英介くんなりに折り返す場所見つけたんだね。あいつな、俺も頑張るからって言ったんだよ。俺が気落ちしてる時だな。それ聞いて俺笑ってしまったんだけど、笑っちゃいけなかったよなって今更ながらね、気持ち組めなかったんだ。きっと俺のそういうところアキラにもバレてんだな。ねえ、何？火見てると飽きないね。あなた、うん？お父さんはお父さん、あなたはあなた。出ないとこっちが迷惑だもん。また遅いな、アキラ。塾だから。塾？塾？うん、塾。でもね、塾の前でまたあの連中が待ってるんだって。俺が迎えに行くよ、今度。うん、担任に相談してもね。うん、明日同窓会だろ。覚えてたの？冷蔵庫にメモ貼ってあったから。昔付き合ってたあいつも来んだろ。桐生ってたっけ。何嫉妬？よくあるだろ、同窓会で。久しぶりに何すると。バカじゃないの。また弁当にバカって書いてくるなよ。開かないわよ、あのめんどくさい。
じゃあ私昼前には出るけど6時半には帰ってこれると思うから、だからちょっと待ってて、夕飯は一緒に。あ、で晩ご飯何？サンマ。いいね。久しぶりでしょサンマ。ああ、つけりゃいいってもんじゃないだろか。お父さん、これふるさとで取れたみかんです。どうぞ。何がお父さんだ。気持ち悪いな、向こう行けよ。それにお前バカか、ここはみかんの産地だぞ、そこへ普通みかんなんて持ってくるかこのバカ。いやいやいや、あれなんで。面白かったから。は、そうすみ勝てんだよ。俺も前の学校でお前みたいだったから。ほら行っていいよって、行け。お約束はいただいておりますでしょうか。いや、それしてなくって、した方がよろしかったでしょうか。
お待たせいたしました。支配人の津山です。あ、はじめまして。あの、以前墨を見ていただいた高村という者ですが、その時は主人が伺ったのですが、本当にその説は。これをいただいても、その時ご主人にはお伝えしたのですが、あのですね、こちらのホームページ拝見しまして、あのすき焼きコースの他にステーキコースもご好評と知りまして。はい、ステーキも菓子の黒ずみで。厨房でですよね。はい、あのプロの方が使えば外れることはないと思うのですが、ぜひこれで試していただけませんか。遠赤外線の効果と微妙な火加減も簡単で、なんといっても備長炭とステーキは相思相愛と言いますか、まるで恋仲に落ちたかのような。恋仲？いや、私どもが代々受け継いできた調理方法を変えることはなかなか。許されない愛ほど燃えます。愛？ああ、論点がいまいち分からなくなってきたのですが。大丈夫です、私が分かってますから。今電車なんだけど。
明日には起きてね。いい報告あるからね。同窓会ね、行かなかったんだよ。もっとお弁当作らせてよ。聞こえたよな、こう。エスケ、こうが、こうがな、持たなかったんだよ。一晩頑張ったんだけど。え？俺があのまま手伝ってれば。何綺麗事言ってんだよ。それではですね、まもなく梅雨となりますので、お棺を。初音ちゃん、明くん、明くん、いいかな。お願いします。お蓋を。じゃあ男性の皆さん、お手を添えてください。あ、お願いします。お願いします。じゃあ静かに下ろしてください。すまん、ありがとう。春の日や山は狐の嫁入り雨。父ちゃん、頼むよ。蓮見と明ちゃんと見守ってやってくれよな。え？お前、やることをやったんだから。
あっちで親父に酒でもついてもらえな。なんか当たったぞ。ああ、うん、見えた。生徒手帳これ海で撮った写真だ。海？卒業式の夜俺が誘っただろ。お前らどうしようもねえから。あの時、俺ポラロイド持ってったから。ふざけて撮ったのに、なんか今見るとガキでバカだったな。今も変わらずだよ。これ戻そうか。まだ続くんだから。ああ、続くんだから。
なんか映画みたいだな。また会おうや。ああ、こんなことあるんだな。気づいたよ。何を？お前には分かってること。じゃあな。なんで二等辺三角形？お前らに気使って俺が小さく出たわけよ。あ、そう。この釜、どうするの？自分で考えなさい。マジっすか？ガチマジっすよ。ボクサーもいいかなって思ったんだけど。ボクサー？母さんが根性なしって言うからさ。あんたには絶対無理。あ、そう。一件の新しいメッセージがあります。一番目のメッセージです。あ、今移動中かな。もし帰りにスーパーでサンマを買うなら、今日はサンマじゃなくて、サバがいいかな。じゃあ同窓会楽しんで。あ、タバコ吸ってるのバレてます。
今日は大切なお知らせがあります。最高ですね。でしょ。次もよろしくね。